おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？この週の初めから、臨床美術の関係で私、ちょっと仙台の方に、出かけていたこともあって、まあ、美術ということについて少し考えていました。美術と聞くと、なんか、私は絵を描くの苦手だから、とこう、尻込みする人が結構多いんですけれども、まあ、臨床美術の考え方の一つは、その絵の具や色鉛筆、クレヨン、スケッチブック、画用紙、いろんな素材を用いて五感で感じられる何かを表現するという、五感で感じられる何かを表現しながら作っていく、描いていく。だから感じることですから、うまいとか下手とかいう、そういう高評価ではないものなんですよね。まあ学校での美術の時間というのは点数をつけるという評価がやっぱりなされなければいけないので、ある意味では残念だなと思うんですよね。思うにその美術活動というのは、まあ、いろんな活動があるから一概に言えないですけれども、音楽活動と同じように日常的に楽しめる要素があるはずだと。点数に関係なく、上手い下手に関係なく、もっともっと日常で楽しめる、要素というのがあるんだろうなと思うんですよね。もちろん上達するためには練習とか訓練があるわけですから、当然上手い下手という見方は生まれてきます。それがないわけじゃないですよね。でもそもそもの目的として上手い下手ということをこう美術に求めるということをしなくても楽しめる方法というのは山ほどあるように思うんですね。まあ臨床美術を考案し、始められた金子健二先生は、まあ私たちが感じる心と鉛筆とノートがあれば、誰でも臨床美術はできるとこう言っておられたんですね。私はカメラに興味を持って、写真に興味を持って、花とか鳥とか山とか撮っているんですけれども、まあ、これも臨床美術と同じで、綺麗だな、すごいなと感じたものをカメラの枠の中に捉えて写すだけのことなんですね。まあ、それでも大いに気分の発散、転換にはなるんですね。うまいか下手かという評価は、まあ、他の人に任せておいてと言いますか、ただただ、綺麗だな、これなと思うものに近寄ったり、ちゃんと焦点を絞ったりして、撮るっていう。まあ、これある意味で五感の世界だと思うんですね。まあ、カメラに興味を持っていなくても、夕焼けとか、あるいは朝日とか、そういう時にこう、光を受けて、色が変わっていく雲の様子を見ながら、うわ、綺麗だなぁと感じる心を取り戻せたら、とてもいいことなんだと思うんですね。そういう心を取り戻すことが、まあ、美術につながるでしょうし、音楽につながるでしょうし、カメラにつながるでしょうし、もしかしたらこう生き方につながってくるわけですね。世の中には綺麗なものあるねっていう、そういう感覚、そういう感動というのは、やっぱりね、何歳になっても大事じゃないかなと思うんですよね。そうじゃないとなんか、それも普通だし、あれも普通だし、そんなのあって当たり前というだけだとね、ちょっとなんかもったいないような気がするんですよね。そんなわけで、もしかしたら一歩外に出てというか、ちょっと暑いけど朝早く外に出て空を眺めてみるというか、花を眺めてみるとか、鳥の声を聞いてみるとか、そういう作業も、まあ、五感を刺激する意味では大変重要なものだと思うので、やってみたらどうでしょうかね。きっと心が少し元気になるような気がするんですけどね。良い一日になりますように。